日本東京都練馬区、早宮早宮は、東京都練馬区の町名。現行行政地名は、早宮1丁目から4丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は17、179-008号。東京都練馬区の東北部に位置する。北部を、北町、南部を、練馬、桜台、東部を、平和台、氷川台、西部を、春日町と接する。 町域島北部に東京メトロ有楽町線、福都新線の平和台駅が、また東南部に東京メトロ有楽町線、福都新線の日川台駅がある。北町との境界にカンパーチ通りが、平和台、日川台との境界に、東京都道441号池袋谷原線が、春日町との境界付近にも、交通量の多い道路が通っている。これらの道路近傍には、 東京メトロ有楽町線、都営地下鉄大江戸線の駅が存在するということもあって、沿道は近傍にまたがる、比較的規模の大きな商業地となっている。その他はおおむね住宅地として利用される。また、町内中央部を南北に、東京都道442号北町と与田間線が、通っている。この道路を中心に、早宮1丁目と3丁目の一部には、 古くからの商店街がある。早宮付近から石寺川の下流域両岸には、1934年に秋人新能の誕生を祝って植樹された桜の並木が続く。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は、 2015年1月1日の工事地下によれば、早宮2から20から2の地点で35万3000円、平方メートルとなっている。旧武蔵区に豊島群下練馬村寺早淵及び宮ヶ谷とに当たる。現在の地名は、1965年の住居表示実施時に成立した、旧地名の早淵及び宮ヶ谷ととの合成地名である。 当初は海心第一小学校から海心としようとしていたが、他に海心と名のつく小学校と中学校がそれぞれ第一から第四まで計八校あり、この地域だけではなく各地に点在していたため採用されなかった。板橋区成立時の町名解消は以下の通り。早宮一丁目は東京地下鉄日川台駅とも接しているが、駅の所在地は 日か話台である。また、早宮三丁目で、豊島園に接する地域では、西部としま島線、都営地下鉄大江戸線の豊島園駅の方が近い場合もある。練馬区統計所町長別土地面積、気温、降水量の推移、住民基本台帳による世帯数と人口など。練馬区、2018年1月4日閲覧。AB、世帯と、 人口町長名別。練馬区。2018年1月4日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年1月4日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年1月4日閲覧。区立小中学校学区域一覧。練馬区。2018年1月4日閲覧。国土交通省地下工事。 都道府県地下調査練馬の地名今昔早宮。東京市新区町名地番表、国立国会図書館近代デジタルライブラリー1965年7月23日自治省、国時代102号、住居表示が実施された件。ありがとうございます。